はい、こんにちは、トールと申します。聖女の魔力は万能です。2期の1話を視聴しましたので、アニメ視聴者視点で感想や注目点を共有していこうと思います。2期から入った方や忘れてる方もね、いるかもしれませんので、今回は振り返りも多めに語っていこうと思います。よろしければお付き合いください。第1話のエピソードは紹介ですね。1期で聖が聖女として認められて、ホーク様との仲も進展してね、恋心の自覚なんかもあって、本当に2期ね、何を描くんだろうと思っていたんですけど、まあね、望んでいた理想の新展開でした。はい、内容としてはですね、まず1期の振り返りも兼ねたね、クラウスナー寮からのお礼の話、そして聖が作っていた化粧品を扱う紹介の立ち上げ、最後に、元の世界の食材を探そうというところでの旅立ちになっていました。はい、まあ、各ポイントについては後でね語ろうと思うんですけどね、全体感としてはまずね、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。で、いや、じゃあ面白い話が来たのかっていうと、それとはちょっと違ってね、まあ、僕の好みの要素なんかがいっぱいね始まっていてですね、期待感が高まっていたという、そういう印象がまずありました。じゃあ1話は何が素晴らしかったのかっていうと、これはね、シナリオ的な自由度が上がったからかわからないんですけど、絵コンテと脚本が本当に素晴らしくて、でそれをね、多分美術とかアニメーションとか演技が綺麗に応えた形だと思うんですよね。まあ、書籍とか、ね、原作ありの作品の映像化って、まあ、言ったら動いて声ついてるところ見たら、あとは原作見た方が、いいよねっていうね、アニメ映えそんなにしないよねっていう作品結構多いと思うんですよね。でそれをどう乗り越えるんだろうと思っていて、僕はですね、2期ねちょっとねラブコメとかバトルで見せてくるんじゃないかなと思って気にしてたんですよね。そう、まあアニメーションで言ったらラブコメとかバトル部分を、押していくとですね、まあアニメ映えするじゃないですか。まあ、いわゆる、ラブコメ的なテンポとかですね、コミカルなね、まあ、部分だとか、まあ、絵的なエモさ、みたいな部分だとか、あとはそのバトルとかのアクションで見せるっていうね、それは確かにアニメーションとしてはね、映像化の意味が強くなるんだけど、でもこの作品ってそれを売りにしてる作品じゃないですか。要素はあるけど、この作品のいいとこってそうじゃないやなと思って、心配していたんですけどね、このね1話ね、そういうところに依存せずにちゃんとアニメ映えしてるんですよね。象徴的な部分で言うならね、今回の1話ってキャラクターのセリフが本当に少ないんですよ。特に声を聞いてるだけじゃ何をしてるのか何が起きてるのかがわからないような部分が、あってですね、声と、映像ももちろんだけど、文脈とかですね、演技とかですね、あと絵的な構図的な部分からですね、そう、それらとセットで情報がわかるっていう、形になってます、ね、ここに加えてもちろん美術面もそうですね、はい、描かれているものと組み合わせることによってより情報がね立体的になっていく、形になっていますので、ね、本当にね目が離せないストーリーになっていて、言葉だけではね読み取れないものすごく多いんですよ。で逆に言うと、その情報が無駄な情報がないんですよね。コーヒー飲むシーンがすごい象徴的で後で触れようと思うんですけど、まあ、いわゆる、ね、美味しそうなコーヒーを飲んで美味しいって言ってね、で、まあ、キャラクターがその味とか香りとかについて言葉でペラペラ喋り出すみたいな、そういう見せ方がないんですね。そうね、同じ重複する無駄な情報がないからこそ、独特のテンポがあって独特の質感があってね、ね、そして、まあ、その立体的だからこそですね、飽きさせない、そういう一話の構成になっていたんじゃないかなというふうに思ってですね、いやこれはね、なんか期待感も高まるし、そして一話の仕上がりとしても素晴らしかったので、自分はめちゃくちゃ希望を持ちましたね。はい、コリンナさんのお礼からのね、所長とのやり取りっていうのは本当に聖女の役割を確認する上でね、一期の振り返りもなっていてうまかったですね。はい、まあ聖は聖女としてね、金色の魔力を持っていて、まあ愛の力でねそれが発動するわけなんですけど、はい、これを使ってまあ前回やっていったね、まあ薬草ですごく有名なクラウスナー寮の、黒い沼なんかを浄化していきました。冒頭にやっていたことは多分ね騎士団との任務でね、行っていたことなんでしょう。はい、正気を発する黒い沼からね、魔物がワンサが出てきてですね、それをまあ聖女の魔力でね、まあ無効化することによって、その森にはですね再び活力が、戻ってくる形、ちなみにこの大きな木だとかね、鳥とかの描写に関してはですね、一期のね、内容なんかとね照らし合わせると、ああ戻ってきたんだと
分かる構成になってるんじゃないかと思われますね。はい、そんな形で、まあ、前回クラウスナー領で聖女の、ね、力を発揮してですね、まあ、これでつながりができたわけですからね、今後もね、コインにしていけるという、ところでですね、なかなかにねうまい、回収になってました。まあ、ファンタジー世界においてはそれこそね魔物の素材みたいなものね、今回も冒頭ドラゴンみたいなものが出てきていたんですけどね、こういったものが出て、まあ、それの面白いアイテムだとかですね、そういった効果をですね、利用したりすることが多いんですけど、まあ、この聖女の魔力は万能ですに関してはね、聖の魔力で浄化されたらですね消滅するんでね、はい、綺麗に消滅してしまうので、逆に言うなら、地に足ついたね、発展ができる、ね、もちろんですね、まあ、聖女の魔力自体はものすごいね反則レベルの力を持っているんだけどね、でもまあ魔物の素材で何かすごいね特殊な効果みたいなものはなくて、あくまでも元にあるファーブの効果をめちゃくちゃ高める、そういった形の世界観になっていました。でここの話を所長と一緒にしていて、聖女の話、聖女のね力役割についてのね、振り返りをやりながらもですね、聖の境遇をすっごく気にしてくれてる所長もちゃんと書くのよ。もう会話の流れからは本当にね、まあ、お前についてできることをねしてやりたいと思ってると、さらっと所長も伝えてはいるんだけど、それのね10倍ぐらい演技で聖のことを気遣ってるのが今回も、ちゃんと分かっていてですね、いや本当にね、キャラクターたちがみんな大人だからこそですね、言葉で言ってることは本当にねその10の演技の中の一つに、過ぎないことが、よく分かります。はい、まあ、なかなかにね振り返りの意味も込めてねいい描写だったと思いますね。続きまして化粧品と紹介についてですね。はい、まあ化粧品、聖がね早速朝の冒頭のシーンからちゃんと自分でですね使っているところが書かれています。はい、自分で使って問題なかったら今度はね、メイドさんたちにお願いしてるっぽいですね。はい、まあ一期からいたねこのコピペ風メイドガールズ相変わらず健在でね、楽しい、しっかりとマリエさんがね、それをまとめ上げているところも面白かったんですが、まあ化粧品ってねそのブランドがつけばめちゃくちゃコスパがいいね、産業ですので、はい、これは結構いい収入源になりそうだし、規模が大きいからこそね、そしてまあ貴族には間違いなく大人気になるからこそね、紹介を立ち上げることに決まりました。って言ってもですね、まあ商売っていうのは聖はやったことないからこそ、そこはプロフェッショナルにね、立ち上げた後にもほとんど委託する形になるっていうね、そういう、まあ、かなり合理的な話なんだけど、ここでいいのがね、誰がどう優秀かっていうのを言葉ではね誰も言わない。でも聖がやりやすいように、そして、優秀だからこそ必要のない説明はしないっていう形で物語が進んでいくんですよ。聖が分かりました、じゃあよろしくお願いしますって言ってね、まあ手を伸ばす相手っていうのは対面に座っていたオスカーなんですよね。明らかにベテランでですね、でいろんな世界をね周り歩いてるフランツさんじゃなくて、これつまりどういうことかっていうと、はい、オスカー側がセイにね話しかけやすいようにオスカー側が窓口になってね、多分実権を握ってるのはフランズさんという形になってですね、この2人がですね、はい、ちゃんとタッグを組んでセイのサポートをしてくれるわけですよ。だから、まあ、若い2人が握手をしていてですね、で言ったらこう年配の2人はですね、よしよし2人にね、まあ、こういい形になりましたねっていうことで目配ってだけしているわけですよ。で、つまり実際、まあ、聖に対してですね近くオスカーが話しかけていてですね、作中もですね、これが分かるのはなんか聖がね、まあ普通にこう堅苦しくないからオスカーさんと喋ってるの楽だわっていう心の描写1個だけなんですよね。でも、ちゃんとオスカーさんは自分の役割が分かっていて、ね、分かっているからこそですね、まあ言ったらこうねポーク様との関係もちゃんと分かっていてですね、ね若者の人気のね、店について、つまり性が興味を持ちそうなものをちゃんとねアンテナを張ってですね紹介してくれるわけですよ。なかなかこれだとフランツさんにはできないことでですね、この辺踏まえてオスカーさんはちゃんと自分の役割が分かってるっていうね形にはなりますので、はい、あくまでも聖はすごく快適にね、話をしてるわけですよ。もう好きに化粧品作ってですね好きに売ってもらったらいいわと思ってるんだけど、それはなぜかっていうと周りを固めてる大人たちが本当にちゃんと優秀 でそして、よく見ていたら誰がどんな役割で動いていてですねどう優秀なのか、分かるようになってるっていうところでね、本当にね気持ちがいいですね。そして最後は食材発掘ですね。はい、
まずはね、その喫茶店、デートで行った喫茶店にコーヒーが出てきて、そう、変わったお茶を出すらしいと言っていたんですけど、実はコーヒーでしたと。まあタンポポコーヒーなんて言いますとかはありますけど、基本的にはコーヒー豆をね、いって、それを水かお湯で出したものがコーヒーですので、はい。まあそれを作り方、入れ方なんかを生は工夫して、多分研究所でみんなが飲んでいるのは、生が日本で飲んでいたコーヒーの味をうまく再現しようとね、試行錯誤したのかもしれません。はい。こういうその昔の、まあ昔いた前にいた世界の食べ物を再現してね、味わいたいという気持ちは、まあ転生者あるある、ね、転移者あるあるだとは思うんですけど、ただですね、前もあったんですよ。一期の時もそのくだりはちょっとあって、料理についてはね、あんまり美味しくないのよね、性の感覚では、ね、だから、薬草を使った料理なんかをやっていてですね、みんなが喜んでいたわけですよ。ただ薬草と料理が全く別のものとして扱われてた世界観っていうのは、おそらくはまあ聖女とね、ポーションと薬草に関わりが強かったからこそ、多分ね、その聖女の存在のおかげで薬草っていうものがいろんなところから切り離されていたんだと思われていてですね、この辺はね、世界観的な歪みがベースとしてあるんだと思うんですね。ただ、まあ、今回出てきたコーヒーとか、まあ、お米に関してもそうなんですけど、まあ、聖女の役割と多分関係ない部分に関しては普通にね、まあ、日本らしい部分とかですね、まあ、我々の世界にもあるような文化もね、健在の可能性はありますので、この辺発掘していくのはやっぱり、楽しい描写ですよね。期待できると思います。ね、特にこの作品ね、料理なんかについてもね、結構こだわっているのでね、ちょっと楽しみにしておこうかなと思ってます。で、今回のね、その食材発掘エピソードの中で僕が一番好きなのが、はい、このコーヒーのね、出てくるシーンなのよ。これ本当にね、見返せる方はもう一回見返してほしいんですけどね、一押しシーンで、ね、まず、まあ言ったらこうフォーク様と一緒にね、デートでね、喫茶店に行くわけなんですけど、ここでのね、まあ、ウェイターの振る舞いからめちゃくちゃ優雅で、で、説明台詞も最低限なんで、ね、そう、目配せだとか素振りなんかでそれぞれが何考えてるか分かれてるっていうところで、キャラクターたちはね、本当に必要最低限にしか語らずにですね、この空気をね、味わってるわけですよ。だから、セイがコーヒーに気づくくだりも、彼女の鼻がヒクヒクと動いてね、で、ホーク様が不思議な顔をしてですね、セイがですね、ごまかすっていう形になってるんですよ。そう、あれ、この匂いはみたいなこと言わないわけですよ、この作品のね、キャラクターたちは、うん、そう、何かっていうと、あ、セイがなんかね、馴染みのある香りがしたからね、それに反応してしまってですね、でもちょっとはしたないからそれをごまかしていて、ね、結果的に知っていたコーヒーが出てきたから喜んでるせいが、まあ、真っ黒のコーヒーの水面に映ってるっていう絵作りになっているわけですよ。そう、だから匂いに対する言及はないわけですね。まあ、味については濃いなみたいなことを言っているんだけど、そういうことをせずに、この雰囲気とかね、まあ、色彩なんかからですね、まあ、この、喫茶店に出てきたコーヒーに感動している性を描いているわけです。だから、味がどうこうみたいな話も全然せずに、ただ、これが再現できないか、自分の世界のコーヒーが再現できないか、あれこれ悩んでいる性を見てですね、ホーク様は性が何を考えているかが全部わかるんですよ。生の目線がコーヒーに行っていて、あれこれ思い悩んでるから目線が横にそれてるのを全て見て分かっているからね、フォーク様は文脈的にちょっと不思議な楽しみにしてるよっていう、言葉をするわけですよ。また生が新しいことを考えてね、このコーヒーからまた素敵なものを生み出してくれるだろうってことまで分かった上でね、声をかけてくれてるっていうね、こんなに少ない会話の中でお互いがちゃんとお互いを理解してくれていてですね、この空間に幸せを感じてることをね、表現していて、すごく良かったと思います。はい。あとですね、そのこの喫茶店の雰囲気がそうなんですよ。この作品において匂いについての言及は、性の鼻ヒクヒクだけだったんですけど、我々は知ってるんですよね。そう、こういう喫茶店っていうのはコーヒーがつきものなんですよ。特にちょっとね、仕事終わりに寄った喫茶店だからこそ、もう夕日がね、出てきてですね、街全体が夕焼け色に色づいてるわけですよ。まさにレトロな雰囲気の喫茶店、我々はここからコーヒーの匂いを、まあ、無意識にでも感じてしまうわけでね、だからこそ、まあ、我々もコーヒーが出てくるんじゃないかなっていうところが予想つくわけです。
この辺含めてね、やっぱりね、その映像から来るものだけじゃなくて、セリフだけから来るものじゃなくてね、情報が複合的ですごくアニメーション映えがすると。そう、匂いっていうのは表現できないんだけど、確かに我々はこの時にコーヒーの香りを、嗅いだんじゃないかなというふうに思います。そんなわけで今回は2期の1話についてね、感想注目点を見てみましたが、いかがだったでしょうか。いやーね、今後の話はまだわからないんだけどね、紹介の話も食材の話もめちゃくちゃ楽しみです ね。こんなにねアニメ映えする形で仕上がってくるとは、思ってなかったので、今後もね個人的にはかなり期待していきたいと思います。皆さんの感想や気づいたこと、注目した点なんかもね教えていただければ幸いです。このチャンネルではね、僕は楽しんでる作品にスポットを当てて、まあ好きな人の満足度を上げたりだとか、作品自体がね、もっと評価されるような感じで、動画とかライブなんかをやっていますので、今後もまたお付き合いいただければ幸いです。ではでは、ご視聴ありがとうございました。遠山徹でした。